とふっち、今週のテーマは岩手の財産、森林を次世代のために。本州一の岩手の森林、私たちの暮らしにたくさんの恵みを与えてくれる大切な財産です。その豊かな森林を守り育むため、県では岩手の森林づくり県民税を活用してさまざまな取り組みを行っています。岩手環境の森整備事業は、管理の行き届かない森の元気を取り戻す取り組み。県民参加の森林づくり促進事業では、地域の皆さんが行う森林環境保全活動を支援。岩手森のゼミナール推進事業では、森林や林業に関して学習する機会を提供しています。山の整備を始めて2年なんですけど、日が差し始めた山には子どもたちが本当にのびのびたくさん遊びに来るようになりました。その中に地域の皆さんの温かい眼差しがいつもあることがとても嬉しく感じています。事業に出会えたことと、地域の素晴らしい方々に出会えたことに感謝しています。東日本大震災以降は、沿岸被災地域へ県産材を使用した製品や遊具などの整備に支援しています。こうした取り組みや成果は、岩手の森林づくりフォーラムでも紹介され、森林の持つさまざまな働きや重要性などが発信されました。森林を維持する、守る、そしてさらにその機能を高めていくということで、私たちも上手に樹液ができる。でそのためにはやっぱりみんなが参加をして、できることをやっていこうっていう、この姿勢に立ってもらう。でこれがこの環境税の税として果たしている役割だと思います。それが持っている及ぼすその範囲っていうのは非常に大きいということに少し気がついていただけるとありがたいな。岩手の豊かな森林を良好な状態で次の世代に引き継ぐために、これからも一緒に考え行動していきましょう。森林にありがとう。これからも岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。